さて今回は立花明さんの人生は攻略できるを要約していきます。この本は人生をロールプレイングゲームだと考えて、私たちがこれからどう生きるかを考察しているめちゃくちゃ面白い一冊になります。もちろん人生がゲームとかお前舐めてんのかと怒る人もいるかもしれません。しかしですね、人生とゲームには共通点があるのです。ゲームには世界観と攻略法があります。ドラクエをプレイするとき、そこがどんな国で、自分はどんなキャラで、ゲームの目的がお姫様の救出で、どうすればキャラのレベルを上げられるのかを知らなければ、そもそもスタートラインに立つことすらできません。これがゲームの世界観であり、基本的なお約束ごとでございます。同じように、僕たちが生きているのが、どのような世界で、人生の目標は何で、ゴールにたどり着くにはどうすればいいのか、ということがわからないなら、これからの長い人生、一体何をどうしていいのかを戸惑うばかりでしょう。ロールプレイングゲームに限らず、すべてのゲームには攻略法があります。この場面ではこうするべきだという鉄則と、これだけはやっていけないという禁止の組み合わせで、その通りにやれば必ずうまくいくわけではありませんが、それでもゲームを有利に進めることはできます。逆に何一つ攻略法を知らずに全て我流でやってしまえば、いつまで経ってもレベル1のままでしょう。そして人生もこれは同じなんでございます。人生に必勝法はないけれど、ゲームと同じようにこうした方が良いこととやってはいけないということがあるのです。この人生ゲームの鉄則というのはものすごくシンプルなものばかりですが、それを知っているかどうかで大きな格差が生じます。なぜならちょっとした選択の違いが長い人生の中で良い方にも悪い方にもどんどん膨らんでいくからです。例えば幼い頃にしっかりと勉強する習慣をつけた人は、勉強する習慣を身につけられなかった人に比べてどんどん上のステージに上がっていくでしょう。長い人生の中でどんどん格差が開いていくでしょう。また人生の早い段階で運動は体に良くて頭も良くなるという知識を身につけ、コツコツ運動する習慣を身につけた人と、そんなこと一切知らずに運動の習慣を身につけられなかった人とでは、年を取るにつれて健康だったり年収だったり人生の幸福度において圧倒的な差がつくということは誰でも想像できるでしょう。これはフィードバック効果と言われるもので、私たちの人生を左右するとても大事な要素でございます。つまり人生においてやるべきこととやってはいけないことをできるだけ早い段階で把握し、コツコツと実践していけば人生を攻略できる。それぐらい人生の攻略法とはシンプルなものである。問題はその知識を知っているかどうか、そしてその知識を知った後実行できるかということでございます。本書でしっかりと人生を攻略する基本的だが最も重要な知識を押さえておきましょう。そしてこの知識を語る前に、絶対に覚えておいておかなければならないのは、今人生の約束事が大きく変わりつつあるということです。これは日本だけでなく世界的な現象で、例えば一生懸命勉強して良い大学に入り、大きな会社に就職して定年までコツコツ働くとか、そういう男性と結婚して専業主婦になるというお父さんやお母さん世代の必勝法は全く役に立たなくなってしまいました。そればかりか古いやり方にこだわっているとどんどんひどいことになります。昔の攻略法が使えなくなった理由は、テクノロジーがとんでもない勢いで進歩しているからでございます。20年前はインターネットが生まれたばかりで、15年前は Facebook や Twitter、 10年前は LINE やビットコインすらなかったんです。つまり世界は急速に変わりつつあり、その度にゲームのルールは大きく書き換えられていくのです。本書には、圧倒的な努力ができるのは好きなことだけであるとか、お金がなければ自由なんて絶対にありえないとか、ちょっと勉強している人なら聞いたことがあるなぁと思われる内容も書かれておりました。今回の動画では目新しい内容ではあるが、しかし今の変化の激しい時代を生きていく上で最も重要なものについて解説していきます。それでは本日のお品書きは次の通りです。結論、ポジティブゲームをせよ。本日はこのことを徹底的に解説していきます。では早速結論のポジティブゲームをせよということについて深掘りして解説していきましょう。これでございます。この本の肝はこのポジティブゲームをせよということにつきます。このポジティブゲームについて考えていく上で皆様にまずお伝えしたいのは、
日本のサラリーマンは世界で一番会社を憎んでいて、仕事に対して後ろ向きだというデータでございます。様々な国際調査で日本のサラリーマンは世界で一番会社が嫌いで、自分の仕事にネガティブな感情を抱いているということが分かっております。にわかには信じられないかもしれませんが、これは OECD のような国際的な団体も含め10を超える調査で分かったことです。ですからかなり正確だと思ってください。ではなんで日本人はこのようなひどい結果になってしまったのか、それを理解する鍵はガランとバザールという概念でございます。こう言われても意味がわからないと思うので、わかりやすく解説していきましょう。ガランというのはお寺のお堂とか教会の聖堂のように壁に囲まれた閉鎖的な場所を意味します。それに対してバザールは誰でも自由に商品を売り買いできる開放的な空間を指します。この開放的なバザールの特徴は、参入も退出も自由であるということです。商売に失敗して、なんだあいつは口ばっかで全然ダメじゃないか、あの店は全然ダメだよと言われても、さっさと店を畳んで別の場所で建て直せばよいのです。その代わり、バザールは誰でも商売を始められるわけだから、ライバルはものすごく多いです。普通に商品を売っているだけでは成功できません。これがバザールの基本ルールだとすると、どういう戦略がバザールでは一番有効でしょうか？それは失敗を恐れず、ライバルに差をつけるような大胆なことに挑戦して一発当てることでございます。もちろん、運よく成功するより、挑戦に失敗してしまうことの方がずっと多いでしょう。しかし、そんなことを気にする必要はないのです。バザールでは悪評はいつでもリセットできるのですから。これを言い換えると、バザールの必勝戦略は、あの店美味しいよねとか、あそこが一番安いよねといった良い評判をたくさん集めることです。ですからこれをポジティブゲームと呼びましょう。ここまで聞いてね、いやいやお前何の話してんだと思うかもしれませんが、後で分かってくるので、そのまま聞き続けてくれると嬉しいです。先ほどバザールについて説明しました。それに対してガランの特徴は参入が制限されていて、よほどのことがないと退出できないということでございます。このような閉鎖空間だと、あの店の店主は態度が悪いよねといったちょっとした悪評が消えないままずっと続くことになります。これがガランの基本ルールだとすると、ガランではどういう戦略が効果的でしょうか。それは失敗するようなリスクは取らず、目立つことは一切しないということでございます。なぜなら一度ついた悪い評判は二度と消えないのですから。このようにガランの必勝戦略は悪い評判をできるだけなくすことになります。ですからこちらをネガティブゲームと呼びましょう。さてここで話は振り出しに戻ってきます。ここまで聞いて勘の鋭い方は気づいたかもしれません。会社というのは典型的なガランの世界なんです。サラリーマンというのはガランに閉じ込められております。日本の会社の一番の特徴は終身雇用制度であり、これは一度入った会社で定年までずっと働くことで、入社から定年までの期間はものすごく長いでございますよね。それでも終身雇用が大きな問題にならなかったのは、このゲームをやり抜くためのマニュアルが用意されていたからです。かつての定年は55歳で、20代で仕事を覚え、30代で課長になり、40代でバリバリ働き、50代になったら偉くなってちょっとのんびりして、その後は退職金と年金で悠々自適に暮らすというのが典型的なサラリーマンの物語でした。こんな働き方ができたのは、日本人の平均寿命が65歳だったからです。しかし、こうした条件は今では大きく変わってしまいました。平均寿命は90歳に近づき、それに伴って定年も65歳に伸び、今や70歳にしなければ年金制度が持たないと議論されております。かつてのサラリーマン物語は完全に崩壊し、今では将来の幹部かどうかの選別はなんと30代で終わっているというのが常識でございます。
定年が70歳になったとして20歳で就職したら同じ会社に50年半世紀も入ることになります。最初の10年で出世できるかどうかが決まるとするならば、そこで振り落とされたら君の居場所はないよと言われながら40年も会社にしがみつくしかありません。これは控えめに言っても拷問でしょう。そんな伽藍の世界に閉じ込められたサラリーマンが世界で一番会社を憎むようになるのは当然なのです。ちょっと難しくなってきましたね。ここまでを私なりに分かりやすくまとめてみましょうか。日本人というのは世界で一番会社を憎んでいる。それは日本の終身雇用制度に代表されるように、会社というのが一度入ったら逃げ出すのが難しい伽藍の世界だからである。閉鎖的な伽藍の世界では一度ついた悪い評判は二度と消えないのだから、誰もが目立たずにできるだけ失敗しないように行動するネガティブゲームを行っている。しかしもはや私たちの寿命は伸び、会社の終身雇用制度も崩壊に向かいつつあるのだから、一つの会社で目立たずにやっていくというネガティブゲームをしているだけでは生き残れない。だからバザールに向かえ、誰でも商売ができて一度ついた悪評もすぐにリセットできるバザールに向かうのだ。バザールでは挑戦して失敗しても悪い評判はいくらでもリセットできます。バザールの必勝戦略はできるだけ目立つことをして、できるだけ多くの良い評判を集めることである。だからこれをポジティブゲームと呼ぼう。そして僕たちはこれからこのポジティブゲームをしなければならないのです。閉鎖的な伽藍だらけの日本では、そこら中にネガティブゲームに習熟した人たちがいます。ですからルールが書き換えられてしまった世界では、彼らと同じゲームで競争するのは最悪の戦略なのですよ。伽藍の世界しか知らない人たちはポジティブゲームが全くできません。だとすれば、大して競争相手のいないバザールで勝負した方がはるかに成功確率は高くなります。そしてですよ皆様、今の世界ではこのバザールで戦うポジティブゲームがめちゃくちゃやりやすい環境になっているのです。なぜならばですよ、昔は一部の特権階級しか使えなかったプラットフォームが全ての人に開放されたからでございます。昔はテレビ CM を流そうとすると何千万円もかかりました。しかし今なら Google のサービスを使えば数万円から世界中に広告を打てます。CD を出せるのは限られたミュージシャンだけでしたが、動画配信サイトならアマチュアでも自分の歌を世界中のファンに聞いてもらえます。インターネットが登場するまではオリジナル商品を開発しても、それを流通に乗せるには問屋にお願いするなど、とんでもない苦労をしなければなりませんでした。しかし今ではどうでしょう。アマゾンの倉庫に商品を預け、ブログやツイッターで商品説明をし、Google で宣伝すれば良いだけなのです。つまり、ネットの世界はどんどんバザール化しているのです。これからもこの流れはどんどん加速していきます。つまり、終身雇用などという日本にしかない制度に依存して、一つの会社で目立たずにずっとやっていくネガティブゲームをやっている人たちは、いずれ落ちこぼれていくに違いない。なぜならば世界のポジティブゲームがどんどん進んでいる潮流に乗り遅れてしまうから。世界の流れと逆行しているようではどう考えても生き残っていくことはできません。そしてポジティブゲームを行っている最もわかりやすい人たちが YouTuber やインスタグラマーといったインフルエンサーでございます。彼らはできるだけ目立つことをして、たくさんの良い評判を集めることで、その良い評判をいつでもお金に換金することができます。例えば CM に出てお金をもらうというのは、自分の良い評判をお金に換金しているということに他なりません。そして YouTuber はたとえ一度失敗したとしても、例えばチャンネルが全然伸びなかったとしても、そのチャンネルを閉じてまた新しく別のチャンネルを始めればいいわけですから、典型的なバザールな世界に生きております。一度会社に就職してしまったら、なかなかそこを辞められない伽藍の世界とは全く別の戦い方をしております。さらに芸能人としてテレビに出るには、プロダクションに入ってオーディションを受けて、プロデューサーや先輩に気に入られるなどのたくさんの伽藍の世界のハードルをクリアしなければなりませんでした。しかし今はどうでしょうか。自分で動画を撮影して YouTube にアップするなら誰でもできます。 GAFA などが
プラットフォームを独占するのは大手企業には大惨事かもしれませんが、オリジナルのコンテンツで個人で勝負しようとしているクリエイターやインフルエンサーにとってはこんなに素晴らしい時代はないのです。よく今ではお金よりもフォロワーの数が大事だとか信用が大事だとか言われておりますよね。これは典型的なポジティブゲームの世界なのです。一つの会社に所属して目立つことを一切せずに失敗を避けて一生を終えることはもはやできなくなりました。終身雇用が崩壊し大企業もいつ潰れるかわからない時代です。そんな新しい時代の新しい戦い方がポジティブゲームである。バザールの世界に向かってできるだけ良い評判を集めるのです。ガランを捨ててバザールに向かえ、それがお金よりも評価が重要視される新時代にふさわしい人生の攻略法である。これが本書で強調されていた内容になります。ではここから少し私なりの考察をしていきましょう。皆様今の話を聞いてどう思われましたか？確かに一つの会社に勤め上げてネガティブゲームをしていれば安全だった時代は終わってしまったから、これからは良い評価を集めるポジティブゲームをしなければならないのだということはなんとなくわかると思います。しかし問題はやはりポジティブゲームをしろと言われてもなかなか何をやったらいいのかわからないよということでございましょう。良い評価を集めろと言われてもどうやって集めたらいいんだ、そんな疑問を感じるでしょう。本書で述べられていたのは GAFA などが提供するプラットフォームを自在に使いこなすことで個人でも良い評判を集めて生きていく方法でございます。例えば YouTuber やブロガーやインスタグラマーといった人たちです。しかしそのような人たちというのはどこかに勤めている人たちに比べてまだまだ少ないですよね。ポジティブゲームをしてお金を稼いでいる人というのはどう考えてもネガティブゲームをしてお金を稼いでいる人よりも圧倒的にまだまだ数は少ない。ということはどうでしょうか？ポジティブゲームをするだけで他の人との圧倒的な差別化になるということでございます。ポジティブゲームをしている人が少ないんだから、あなたがポジティブゲームをするだけでそれは十分な競争力やあなただけの価値になるでしょう。最近では医者や弁護士や税理士といった YouTuber も目立ってきました。今まではごく一部の人だけがやっていたポジティブゲームをこれからはどんどん一般の人もやっていくようになるでしょう。それが世界的な流れだからでございます。たとえ一人のサラリーマンであってもブラック企業を抜け出してホワイト企業に就職した方法とか、うつ病を治した方法とか、やばい職場を見分ける方法などを語って良い評価を得ている人たちはたくさんおります。これまでは芸能人とかトップ YouTuber といったごく限られた人しかポジティブゲームをやっていませんでしたが、これからはどんどんこのポジティブゲームの流れが一般の人たちにもやってくるでしょう。そしてこのポジティブゲームができるかどうかということで、この世界を生き残れるかどうかが決まります。そこで私からどうやってポジティブゲームをしたら良いのかと迷う人に向けて、私なりの考え方をシェアさせてください。とにかく何でも良いので、何かしらのアウトプットをネット上で行っておくこと。自分の情報なんて価値がないと思わずに、何かしらの情報発信をしておくということでございます。ツイッターをやってもいいし、ブログを始めてもいいし、YouTube を始めても良いです。特にクリエイターの人ならば、自分の作品は絶対にネットに投稿しておくべきでしょう。誰でも何かしらの発信できるものがある。別にプロのレベルではなくても、他の人よりもちょっと上手だというだけでも、十分にその情報にはニーズがあります。いくら私たちが慣れていなくても、どんなに新しい世界でも、とにかくこれからポジティブゲームの流れが世界中を席巻することは間違いありません。すでにその流れは始まっております。そんな世界で生き残っていくために、まずはちょっとした情報発信をして、ポジティブゲームの世界に慣れておくことが極めて重要になってくると思います。あなたが会社員であれ、医者であれ、フリーターであれ、定年退職をした方であれ、自分なりの考えやノウハウを発信しておくべきなのです。アウトプットしろ、情報発信しろというよくある結論に至ってしまったわけですが、それを今日のガランとバザール、ネガティブゲームとポジティブゲームという知識を押さえてもらった上で改めて聞くと、少しは説得力があり、皆様に響く言葉になったのかなと私は思っております。
今日の動画を見て少しでもポジティブゲームに参加してくださる人が増えると私はとても嬉しく感じます。本日は以上になります。この動画がためになったという方は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。本日はご清聴どうもありがとうございました。